今年のバレンタインデーも世界各地から多種多様なチョコレートが集まったな。一粒一粒が個性的で、どれにも引き付けられる。どうした、オトヤ？ああ、ビュッフェを予定とは違うレイアウトにしてしまったのか。謝る必要はない。まだ挽回の余地はあるぞ。かえってお前のセンスを生かした方が良いものになりそうだ。少し手を加えて、これで華やかさが増したな。ん？あの足音は。ご主人様、チョコレートの陳列はあと少しで完成します。この後はトリュフを並べていこうかと。ご主人様も一度やってみたいと。承知いたしました。ではぜひこちらのテーブルを。俺とオトヤがお手伝いいたしますので、しばらくここに留まるというのはいかがでしょう。ご主人様、庭にいては体が冷えてしまいます。ホットチョコレートをお持ちしました。フレーバーシロップと一緒にお召し上がりください。いいえ、連れ戻しに来たわけではありません。それどころか、誰にも気づかれないようにちょっとばかり仕掛けをしてきてしまいました。バレンタインに免じていたずらな俺を見逃してくださいますか。チョコレートを準備しながら、あなたと二人話せる機会を虎視眈々と狙っていたのです。それはなぜか、聡明なご主人様にはもうお分かりなのでしょうね。そんなに熱く潤んだ瞳で見つめられると、俺も言葉を忘れてしまう。チョコレートに込めた俺の愛で、あなたの心を溶かせたようですね。ご主人様の命ならば、パーティーへ、そして寝室へも単身お供いたします。